そうですね、まあ2シーズン帰ってきて1回目出てから戻ってきて2シーズン経つんですけど、まあ、なかなかこう自分が納得いくような結果やっぱ出てないんで、まあ、今シーズンもう1回残って、まあ、しっかり結果出して、まあ、こうチーム、まあ、帰ってきた意味っていうのを、はい、ちゃんと作っていきたいなっていうふうに思って、まあ、やっぱり、まあ、ゲームメイクのところは、まあ、一番見てほしくて、そこですね、まあ、そこで、まあ、チームのバスケットをしっかりガードとして体現できるようにしていきたいと思ってるんで、はい、そこを見てほしいです。プレー外の面ではまあそうですね、まあ本当、まあこうオフから多分今までよりはチームとしてもクリニックとかこう地域の、まあ、特に子どもたちに接する機会っていうのを、まあ、増やしたいって自分自身も思って、まあ、動いてきたんで、まあ、そういうところ、まあ、オフコートっていうところでの活動もしっかりやっていきたいんで、まあ、またそういうところも見てもらえたら嬉しいですし、はい、しっかりやっていきたいなと思います。まあ、去年からもよりゲームメイクっていうところを意識して、まあ、やってきたんですけど、まあ、今シーズンはもっとそこをしっかり確立して、まあ、自分のスタイルもしっかり出しながら、はい、生き生きプレーする姿っていうのをまたみんなに見てもらえたらというふうに思います。あ、そうですね、体の面で言ったらちょっと絞ったりして、まあ、去年はもっと強く大きくとか、まあ、速くとかそういうところをとにかく意識してトレーニングしてたんですけど、まあ、今年は、まあ、怪我しない体とか、まあ、体の使い方をうまくするっていうか、まあ、そういうところをずっとこのオフシーズンしっかりやってきたんで、またこう、まあ、プレー面でも、まあ、そこは、まあ、しなやかさとか、まあ、緩急っていうところにつながってくればって思ってるんで、はい、そういうところも注目してもらいたいですね。そうですね、まあ、でも大分愛媛のシーズンから一緒にやり始めて、本当まだ若かった時から一緒にやってるんで、まあ、その中で今シーズンどういう、まあ、チームのこう重要な役割っていうのになってると思うんで、まあ、そういう、まあ、すごい成長してるっていうのは、まあ、本当応援してくれる皆さんが一番思ってると思いますけど、まあ、僕としてもそこはすごい嬉しいし、まあ、なんかこう少しでもこう手助けできたらいいなって思ってます。まあ、やっぱりとにかく勝ちを増やして、まあ、一番はファンの皆さんに喜んでもらうっていうところがすごく大事だと思うん でそれがまたプレーオフ進出とかその先へつながってくると思うんで、開幕から一戦一戦、まあ、今から一日一日の練習大事にして、まあ、しっかり、取り組んでいきたいと思います。まあ、今シーズン、まあ、プレーオフっていう目標があるので、まあ、ファンの皆さんの力も借りて、まあ、一丸となって、そこに向かって戦っていけたらと思うので、応援よろしくお願いします。